はいどうも皆さんこんこ今日はですねビットコインイーサリアムリップルとサメからですね精度の高いチャート分析をお届けしてまいりますので是非最後まで気軽にお付き合いいただけたらなというところでございますが本日はですね4月20日土曜日と。 え、週末となっております。えー、朝ね、いつも通りの日曜日お休みとなっております。えー、次の動画は、えー、来週月曜日というところでございますが、えー、ただいまの時間が、えー、午前10時25分というところで今日の動画を撮影しております。今日も京都でですね、皆さんに元気と勇気をお届けしてまいりますよ。パワーということで僕のチャンネルでは、皆さんのチャート分析に役立ち情報を配信しております。えー、チャート分析の内容としましては、えー、水平線、移動平均線、チャートパターンとこちらの3つを組み合わせたチャート分析となっております。えー、今日の動画を見ていただいて、参考になったら、ためになったら、も 面白かったなと思っていただいた画面の前のあなたぜひですねチャンネル登録ボタンそして高評価ボタンを押してチャンネルそして動画の円をよろしくお願いいたしますよということで早速ね始めていきたいなというふうに思いますが、えー、昨日のライブ配信でもお伝えしましたが一個告知だけさせてください、えー、ただいまですね僕の、えー、お勧めしている仮想通貨取引所の中ではナンバーワントップですねの、えー、バイビットで、えー、ちょっと以前に見たことあるようなキャンペーンになりますが、えー、新規登録新規入金 で、えー、約6000ドル相当、えー、6000ドルじゃない、めっちゃもらいすぎ、6000円相当のですね、えー、ボーナスをもらえるよという、えー、キャンペーンをやっております。めちゃくちゃ簡単なんで、あのまだね、バイビット使ったことないという方は、えー、ぜひぜひねあの、参加していただけたらと思いますが、動画の概要欄も同じような形で、バイビットの講座解説のリンク、 そして、今回の参加用のリンク、こちら2つ付けておりますので、まずは講座解説してもらって、で、まあ、KYC やら何やらしてもらって、で、その後、参考ボタン押してもらって、で、えー、初回入金をしてもらう。みたいな流れになるかなと思いますので、ぜひね、こちら、参加してみてください。内容としましては、めちゃくちゃ簡単でございます。さっきも言ったけど、2ステップ。まず、新規登録したら20ドル、二十 u s d t のクーポンをもらいます。まあ、要はボーナスですね。はい。3000円相当。で、プラスアルファ、初回、初回登録から7日以内に100ドル相当の入金。 100ドル相当以上の入金をすると、さらに20ドルのボーナスがもらえます。で、合計6000円という形ですね。はい、合計6000円相当のえボーナスがもらえるよという形になっています。以前ね、同じような、えー、キャンペーンをですね、ビットゲットでもやってくれてたんですが、 まあ、ビットゲット、ちょっとこうて手数が多かったんですが、手数が多かったんですが、まあ、それをね、だいぶ、えー、削減して、うちの方がやりやすいですって、みたいな感じで、えー、やってくれてますので、えー、ぜひですね、えー、まだ Y ビット使ってない方は、この機会に使い始めてみてはいかがでしょうか。動画の概要欄、もしくは固定コメントの僕がね、固定しているコメントに同じ、えー、ような形で、えー、講座解説のリンクと、えー、詳細参加するようなリンク、どちらもつけておきますので、そちら、えー、ぜひ、えー、ご覧いただいて、興味のある方は参加してみてください。はい。 ということで、早速ですね、チャート分析に入っていきたいんですけれども、あのー、ちょっとね、短期がね、難しくなってきてます。動き的にね、ちょっと難しいところが出てきてるんですけど、まあ、そのあたりも含めて解説していきますし、まあ、昨ののライブ配信見てた人は、もう多分、もうロング、だいぶ含み行きで、悩んだったら部分理確して、まあ、価値格ですぜっ,っていう形になってると思うんですけど、昨日のライブ配信の時点で、いや、ここはいやでと。 ね、ちょっとこうファンダ的に落としたし、ね、水平線バキバキ効いてるから、まあ、ここ回しか僕の中ではないよねって話をしてたんですよはいそれで綺麗にこんだけ上がってくれてるので、はい、だいぶね利益を皆さんにお届けできたんじゃないかなと思うんですけど今からこっからのおかげでちょっと難しいので、まあ、その辺りをさ、えー、僕のね考察している部分、えー、分析している部分を皆さんにね共有していきたいなというところでございます、はい、でまずなんですけど1つ目、まあ、ちょっとこの見にくいんですけど4時間足でそのままいくとね こここの逆三存的なな動きがまままず一つ目決まってすすよっていうところなんですね、はい、そこから上抜けていってるんですけどその後、えー、ちょっと抵抗体はねここは難しかったです。はい、直近の高値にもいってないしっていう感じでちょっと切り下げてるんで難しかったんですけどここでだからショートを取るのは僕の中では無理やったかな。はい、なんですが、えー、ここからですね今押してるんですけどもう一個見えてきたのが、まあ、逆三尊二毛作と言うべきかここが左方なわけですよね。 はい、でこれ3ゾーン逆3ゾーンすでに決まってますがこれを頭としてで今ちょうど右肩を作りに行くような動きをしてくれてるので、まあ、このまま右肩を作ってくるんであればこのね水色のトレンドラインこれが今逆3ゾーン4時間足レベルのね逆3層のネックラインになりますがこの逆3ゾーンが決まってくる形になります、はい、そうなってくるとさらに上値余地が出てくるかなと思うんですけどっていうところですね はい、ここで要は右肩が作れるかどうかっていうところが結構ね大事になってくるかなと思います。はい、なんでここが注目ポイント。で今現状、まあ、ロング打てるポイントではあるんですけどっていうところなんですよねこれをちょっと細かく解説していきたいんですけど要は僕が難しいなと思っているポイントですね。はい、でまずここでロング取れてる人に関しては僕はこの直近の3点効いてる高値の切り下げラインここねこれもすでに、えー、昨日の動画、えー、ライブ配信でも弾いてるし。 前回の動画でも引いてたんじゃないかなと思うんですけどね、はい、このトレンドラインこのトレンドライン割った時点で僕は一旦ここのロングは、えー、全理確したいなと思ってます、はい、ちょっと怖くなるなぜなら見えてくるのがこの3ゾーンが見えてくるんですよこの3ゾーンが見えてくるそうなってくるとやっぱりちょっと下目線がを強めざるを得なくなってくるので一旦ロングは理確でいいかなと思います、はい、でサポートも終わってるのでまあ理学するにはちょうどいいタイミングかなっていうところで見てます で、逆を返すと、今現状、よいしょ、いやここでロング取れなかった人、えー、59,800とか、ここでロング取れなかったっていう人は、今現状ちょっとお試しでロング入れてもいいのかなっていうところには差し当たってます。はい、これに関しては、直近のこの高値の切り下げライン、赤のトレンドラインの裏タッチングロペスのパンパース買いという形の状況ですね。はい、なんでここは1本 OK なロングのポイントにはなってるんですが、若干ね、1時間足の25円目、4時間足の25円目が抜けてきてはいるので、 うん、だからここでしっかりと実態が4時間し耐えれるかどうかっていうところが大事になってきますが、まあ、損りラインが明確なんで、まあ、リスクですね。リスクをこれぐらい許容して、リワードで言ったら、まあ、一旦このネックラインですけど、その後で言ったら、まあ、かなり大きなね、リワードが出てくるので、まあ、それの期待値を込みのロングっていうのは一本ありかなっていうふうに思ってます。はい、ただやで、<laughs> ただ、あくまでここで取れてるのが最高。今ね、現状ね、直近でいくとね、はい、ここは今、あくまで、まあ、妥協策というか、 もう今ロング持ててないからここで1本お試しロング入れてもいいかなっていうところではあるのでそこはちょっとご理解ください最強のロングポイントだっていうわけではないです最強のロングポイントはここでしたね完全にね はいまあ、ちょっとね、あの不謹慎かもしれませんが、あのまあフェイクニュースやったんでね、不謹慎かどうか分からへんけど、ねそのね、イランとか、そのあたりの、ね、情勢がの関係でドーンと落としたんですよね、ミサイルがとかっていう感じです,ですかね、はい、攻撃がみたいな感じのニュースが出て、ドーンと落とした後、まあフェイクだったというか、そういう事実はなかったみたいなニュースがまたさらに出たんじゃないかな、そのあたりはね、あのニュース得意な方が,がよくご存じかなと思うんですけど、はい、それでまあがっつり戻してきたというところが今、現状ですかね。はい でまあやっぱりそういうファンダで落とした時って大体僕の中では前年戻しは、えー、ほぼほぼ起こり得ると思ってるので、まあ、ファンダで落とした時の、えー、急落は買いっていうのは、まあ、ちょっと一つ経験として覚えておいてもらえてもいいんじゃないかなと思います。まあ、100じゃないよ はい、けど結構な角度で、えー、ファンダで落とした時は結構戻ってきやすい特にそれはフェイクやったりとかすると、ね、こういう感じで全値戻しどころかそれ以上の、えー、高値更新するような動きにもなったりするので、まあ、その辺りはちょっと期待値がありますから、まあ、その辺りは、えー、覚えとく経験としては覚えとくっていうのは一つありかなというふうに思います、はい、で今現状はだからさっき言ったみたいにこの4時間足レベルの逆算像2毛策が決まるかどうかっていうところに期待してますでそのままちょっと1時間足見ていきますね ちょっとねトレンドラインも水平線も多くてごめんねちょっとこれは全部ね消せないというか、うん、今消すとちょっと訳わからんくなっちゃうんで今ちょっとこのまま行きますけどよいしょこれね今1時間足に落としたんですけどこれ2 5 m メ終わってきてるんですよねここでねサポートあったんでこのままねサポートあって2 0 0 m 上抜けてきてくれてると さらに良かったんですけどね、安心できたんですけど、一旦ちょっとこの200円目、上抜けだけど、さらに下抜け、で、25円目も下抜けてしまってるんで、ちょっとね、ここで分かりにくいっていう形になってます、今、短期はね。ただ、さっき言ったみたいに、えー、ここ見てください、こうね、これが、えー、直近の高値の切り下げライン、このトレンドラインは3点効いてますから、えー、トレンドラインとしては強いトレンドラインですね、はい、トレンドライン強い、えー、今日のトレンドラインのに対しての裏タッチングローベースのパンパースいが今、狙えるポイントであるよというところですね。 はい、ただこれに関しても直近の高値この辺ですよねここ,ここのレジサポ転換で転換してくれてるのが一番強かったんですよ今すでに若干の弱さが出てる状況でのロングになりますからさっきも言った通りお試しロングおたろんってやつですね、はい、になってるんだというところはしっかりと理解しておいてください、はい、でこの、えー、これは4時間足でも言いましたがこの高値の切り下げラインね3点分効いてるここを下抜けるんやったら一旦そのロングは損切りやしこの下でね 59,800とかでロング持ってる人もここで一旦理覚かなと思います、はい、それもさっき説明してるけどよいしょこれで見てもらったらよく分かるかな、はい、この3ゾーンを意識しないといけなくなるねで25位目がこうなってくるでしょじゃあちょうどこの3このね三点聞いていた高値の切り下げラインに対しての裏タッチのあたりで25位目が絡んでくるわけですよじゃあここは打った方が効率よくなるよねっていうことです ここは打った方が効率よくなっちゃうよね。3存あるしねっていうところになるので、まあ、ここで一旦さっき言ったロングの利格からのショート狙いの1本は持てるかなというところ。ただこれに関しては一回ね59,800差し込んできてくれるんやったら、ここでロング入れて、ここでショート入れる両立ては全然あり。これにしてはあり。OK。 うん、ローラーでできましたね久しぶりにねはい OK なんでここに関してはちょっと、えー、落としてきた時はロングも1本持っててもいいただそれに関してはショートも持つから、えー、短期の便、えー、線でのロングになります利確はしっかりとブーム理角も含めてしっかりと、はい、というところでございます、はい、まあ、難しいというかまあ単純っちゃ単純なんですけど若干ちょっとねラインが、えー、多数をあったのでちょっと難しいという話になりましたがまあこの辺りを見といてもらえるといいかなと思います はい、なんでちょっとね、スクショタイムというか、このライン引いといたらいいよっていうところだけちょっと映しときますから、ここスクショしてもらって、で、皆さんのチャートに落とし込んでみてください。これね、はい。これがえ青、青のトレンドラインが逆三増のネックライン、で、白が直近の4時間足レベルの高値の切り下げライン、で、1時間足レベルの3点効いてる高値の切り下げラインがこの赤のトレンドラインね、はい。で、強いサポートラインがこの5万9800。 この白の白ゾーンですね青の水平線から白のゾーンここはもう確実に引いといてくださいねはいそれがここまで差し込んできたらもう一回入れるポイントやしでここからワン,ワンリバ狙って取っといてで3ゾーン狙っていくショートを打つっていう両立てをえするポイントも解説してますからこのラインを引いてえ皆さんのシナリオ作りにお役立ていただ,いただけるといいかなとえいうところでございましたはいでは続きましてそのままインサリアムに行きたいと思います イーサーはね、ちょっとね、あのー、イーサーの方がちょっと分かりやすい。うん。見え方としてはね。まず、抵抗体がめちゃくちゃ分かりやすかったです。よいしょ。これ、今、赤のゾーンが完全に抵抗体ですね。これはもう綺麗に水平線なんで、絶対皆さんのチャートに引いておいてください。イーサリアもトレードする人はね、ここ。ここは間違いなく抵抗体です。はい。なんで、逆を返すと、ここ抜けてくるようであれば、僕は一旦上かなと思います。はい。で、影に関しては、ここ。 えー、2900らいね、はい、この白の白ゾーンですねここが固い守りサポートでここがレジスタンス。ってことはですよどういうことかっていうといですね、はい、今ちょっと安値圏ですからどっちかっていうとねあの最高値更新しようとしてた時ビットコインとかねと同じくぐいぐい上がってた時に関してから考えると安値圏ではありますのでここでレンジを組むってことはトレンド転換する可能性も出てくるかなと思います。 ただやあくまでレンジなんで抜けた方向についていくっていうのが一番大事なポイントね。はい、でこれレンジのねそのなんていうんかな役割というかその原理原則みたいなところはちょっと知っておいた方がいいと思うんですけどななんんででレンジは抜けた方向についていいててくのっていう話なんですよ、はい、これも結構ねもう子さんの方は何度も聞いてるんでもう聞き流してください最近見始めたよ初心者だよっていう人はあのしっかりと覚えておいてほしいんですけど要はレンジボックスって言われたりしますけど今現状このレンジなんですよね。 はい、じゃあ、なんで抜けた後その抜けた方向にトレンド転換する、要は方向性が出てくるかっていうと、まずここ、さっき言ったみたいに抵抗体ですよね。ってことは、ここでショート打ってる人たちが多数いらっしゃいます、ここもそうやね。はい、で、この辺で利確したかもしれんけど、まあ、またさらに落ちてきた時に、またショートで打ってると思います、この辺でショート。で、ショート。ショートっていう形で打っていってます。 はい、で売っていってる人がおるってことは、そういう人たちは必ず損切りを入れてますね、損切りラインを入れてます。で、損切りはラインを想定してます。それが、ここにはこの辺大体、まあ、人それぞれやけど、大体、まあ、幅的にこんなもんでしょう、多分ね、これぐらいのところに損切り入れてると想定しましょう。そしたら、ここにどん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 損切りが溜まっていくんですね、ロスカットが溜まるとか、損切りが溜まるっていう言葉聞いたことあるかもしれないんだけど、それがその、えー、理由ですね、要はショートを打つポイントがいっぱいある。 いっぱいあったからこそショートを持ってる人たちがいっぱいあるいっぱいいてはるけど利確はし,しきれないなぜならまだレンジの幅抜けてないから割った後に利確したいなっていうまあ例えば部分利確はしてるかもしれんけどねうんロッター落としてるかもしれんけど、まあ、それでも持ち続けてるはずですねはいで損切りがどん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 ここで、えー、ね第一損切り入ってますでまあここら辺で利確してとかもあるかもしれんけどでショートショート損切りどん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 溜まっていってます爆弾がどんどん大きくなってますでここでまたショートいってますじゃあ大きな爆弾がここにねもうすでにこう 導火性に火がついててあるわけですよちちちちちちって、はい、で逆も一緒ここでロングってますまあここロング打たれへんかなまあかといえばここでロングってますでここもロングってますで、えー、まあここで損切りラインにかかってないとしたらこの辺に損切りの、まあ、爆弾があるかもしれないっていう想定ねあくまで予想ですよはいこの辺に損切りラインを入れてるとする、はい、じゃあそれも一緒でここでロング打つ人たちの損切りっていうのがこの辺に溜まってきてますねはいもうあのストレッチマンのストレッチパ,パワーと一緒 ストレッチパワーが溜まってきただろうストレッチないですね、はい、この辺にストレッチパワーが溜まってるわけですよ。でじゃあなんで抜けた方向に走るかっていうとトレードっていうのは決済するときに必ず反対の、えー、ポジションが取られます、はい。注文が発生します。ショートでも損切りするということはロングが入ります。買いが入ります。買いで要は相殺するから空売りっていうのが、まあ、決済されるゼロに戻るわけですね。だから必ず買いが発生します。で逆を返すとロングの人の決済が入ると売りが発生します。 っ、はい、ていことはここでこの人たちの損切りに触れるとここで抜けたら買おうと思ってる人たちもおるわけよ新規の買いプラスアルファこの損切りの人たちの買いを巻き取って上昇するわけですねそっからレジスタンスラインを抜けてるのでトレンドが発生してくる方向感が出るっていう形になります逆を返すと下に対して抜けた後 そのロングの人たちの損切りを巻き取るとここあったらショートしたいな要はスケベロングしたいな、ね、追っかけてショートしたいなっていう人スケベショートしたいな追っかけてショートしたいなっていう人たちの新規のショートプラス新規の売りプラスこのロングの人たちの決済の売り損切りですねの爆弾が爆発するから今度はどんと下に落ちるそ,そのことによってどんどん売りが売りを読んで下落してくるっていう形続落に入るっていうことになるわけですね まあこれがまあレンジのまあ原理原則というかあこ、だからそうやって方向感が出るんだっていうのは覚えておいてもらえると、まあ、逆を返すと、このレンジで取りにくいっていう人は、レンジの上、レンジの下に逆差し値でロング、ショートを入れていれば、まあ、特に問題あの難しくなくポジションを取ることができるってことですね。はい、なので、この辺に逆差し値でロング入れとく、ね。で、この辺に逆差し値でショートを入れとく。そうすると、抜けた方向についていけるわけですから。 何も考えなくていいただ、値幅的にはやっぱりこの中でしっかりとショート持ってるロング持ってる方が値幅的には大きく取れるのであの大体いいこれダブルトップダブルボトムとか、ね、逆三層と一緒でこのレンジを組んだということは大体いい同じ幅の上昇幅と言われてます。この上昇幅と ここのレンジの幅は大体一緒になりますよって言われてますから、まあ、要はここでロング取れている人は2倍分の値幅取れますよねけど逆差しでロング取、えー、る人は、まあ、2倍というよりは若干1倍弱ぐらい、ねまあ、この分ぐらいですよね、はい、若干小さくよどうしてもなってしまうので、まあ、できたらこのレンジの加減でロング持っとけばいいしレンジの上限でショート持っておけば抜けた方向に行ってくれると倍分の値幅が期待できると。 その抜けてからロングの人たちよりもね、はい、そういうところのまあ、えー、良さがあるただ逆にあのその逆張り的な形になる可能性もあるので、まあ、リスクは多少上がります、はい、なんでそこは資金管理とかロット数であったりとかレバレッジであったりとかっていうところでしっかりと、えー、ケアをしていくというところになるかなと思うので、まあ、この辺りをですね、えー、参考にしてもらってもうここまで言ったらこの戦い方は分かってるはずもう分かったよねどういう戦い方をすればいいか はい、っていうのは分かったと思うので、えーこえー、今の、えー、説明を参考にしながら、ですね、はい、あのぜひ、えー、チャットもぜひ皆さんのシナリオ作りにお役立ていた,いただけるといいんじゃないかなというところでございます。いでは、えー、今週最後のリップル リップルに関しても基本的には、まあ、イーサレムと同じ見方でいいと思います。まあ、ちょっとね、サポートはね、あの絶対これだっていうところは、うん、ちょっと難しいんですよ。ヒゲ先が長いんでね。ただ、一応この緑のゾーンが、まあ、効いてはいるので、まあ、仮のレンジの加減がこの緑のゾーン。で上限は間違いなくここの赤のゾーンです。はいなんで、これはさっきのーサレムの、えー、チャート分析シナリオ作りを参考にしてみてください。ここで上限でショート。で、下限でロングですね。 はい、でそれがちょっと怖い人は、この上、この下に、えー、逆差しでのロング、もしくは逆差しでのショートを入れといてもらったら、方向感が出たときに、えー、その方向に、ね、トレンドフォローしたポジションを持つことができますので、まあ、このあたりをですね、えー、参考にしながら、えー、シナリオ作りをしてもらえるといいんじゃないかなというところですね。ははいだからリップルに関しては言うことないです <laughs> うんあのー、なんで言うことはないかというとトレードできる、できないはあのだいぶ改善されました。だいぶトレードできるような、えー、チャートにはなってきてますが今回に関してはほぼイーサリアムと同じということであまり言うことがないということですね。はい、なのでこのあたりを、ね、見ながら、えー、皆さんのシナリオ作りにお役立ていただけるといいかなと思います。でリップルに関しても言うてもですね、えー、かなり底根圏 ね、ここあるとかなり厳しいよっていうところでレンジ組んでますから、まあ、ちょっとここで横,横軸を作ってくれると、まあ、上への力が貯めやすくなるんで、まあ、この辺でこういう感じでね、まあ、もうちょいレンジ組んでくれてもいいけど。 ね、ここから土日だしねちょっと横横してで最終ここの上抜けからのドカンと上上げる上昇っていう形がまあ一番綺麗かなと思うんですけどまあどのみちこの今抵抗体っていうのも目に見えてるしねサポートラインも目に見えてるので、まあ、このレンジに対してまずは、えー、トレードするもしくはポジションを持つねもしくは逆差し値を差しておくっていう、えー、今のうちにですね行動を起こしておくとまあいい感じの、えー、ポジションが取れる可能性はあるんじゃないかなというふうに思いますので、えー、この辺りぜひですね、えー、参考にしていただけるといいかなと思います。ほい ということで、えー、今週、えー、最後までご視聴ありがとうございました。えー、今週の動画、えー、今日の動画がですね、参考になったなぁ、ためになったなぁ、面白かったなぁと思っていただいた画面の前のあなた、ぜひですね、チャンネル登録ボタン、そして高評価ボタンを押して、チャンネル、そして動画の応援よろしくお願いいたします。あとはですね、僕の、えー、おすすめしている仮想通貨の取引所の中のナンバーワンですね、トップのバイリットが、えー、新規入金、えー、新規登録新規入金で、えー、6000円相当のボーナスがもらえるよっていうキャンペーンやってます。 はいなんで、ぜひですね、えー、こちらのキャンペーン、興味ある方は、動画の概要欄、もしくは固定コメントのところから、まず講座解説してもらって、で、えー、その後参加するボタンを押しに行くという、この2ステップですね、えー、必ず行ってもらって、お得にですね、えー、バイビット、えー、使い始めてみてはいかがでしょうか。はい。ということで、えー、今週、えー、以上で終わります。また、来週も、ぜひご愛顧のほどよろしくお願いいたします。では、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。 最後までご視聴ありがとうございました。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。サブチャンネルのチャンネル登録。そして Twitter のフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。パワー